かすっごい煽ってくるな、スイッチ。俺たち確かに軍服っぽいのを着てるけど、別に闘士とかじゃないの？アルカロイドっていう名前についても、意識がどうとか言って怪しげなニュアンスを強調された気がする。天空、偽物小屋の珍人になった気分。スイッチのライブっぽいって言えばその通りなんだけど、なんで落ちこぼれの中では俺たちの出番が一番最初なんだろう。どういう意図が？スイッチが会場を盛り上げてくれた直後だから、お客さんは飽きずに注目して見てくれるけど、逆に絶対失敗は許されないってことでもあるよね。あ、ダメ、また怖くなってきた。心の準備ができてないよ。待ってる間は池島先輩や月永先輩が結城先輩にどれだけ叱られても気にせずはしゃいでくれたおかげで、緊張感とか忘れられたけど、そして今目の前に痛いとお客さんしかいない状況に立たされると、怖くて不安でどうにかになっちゃいそうで、もう動けない。アイラ、行こう。あっ、手つながないで。ヒロ君、アルカロイドを初めて見る人たちに俺たちが仲良しだって誤解されちゃうでしょ。僕たちは仲良しじゃなかったのか。そうか、悲しい。あ、いや、そのいいけどさ、仲良しだって思われて損はないし、ただ社会人として職業人としてこういう子供っぽい振る舞いは恥ずかしいというか。いいんじゃないでしょうか。見てると和みますし、ほほえましい。俺たち兵隊モチーフなのに和ませてどうするんだって感じだけどね。まあお客さんは敵じゃないんだし、威圧しても仕方ないけどさ。はい、役目に準ずるのは尊いことですが、それに縛られるのは望ましくありません。いつでも心の中に神はいらっしゃいます。己の魂が導くままに行動しましょう。翻訳すると自然体で頑張ろうってこと？はい。だいぶ頭が回るようになってきたようですが、ヒーローさんのお手柄です。俺たちも真似して手をつなぎましょうか、迷いさん。いえ、大丈夫です。辰巳さんのような清らかな存在に触れられたら消し飛んでしまう。ただでさえ私は瀕死状態というか、もはや限界を超えてしまって痛みや恐怖を感じなくなってきてるぐらいなのに。ああ、だから意外とマヨさんは落ち着いてるっぽく見えるんだね。大丈夫？舞台の上でぶっ倒れたりしないでよ。はい、私だけが死ぬのはいいですけど、それだとみんなにご迷惑をかけてしまいますからね。なんとか踏ん張って恥を忍んで光の元へ赴こうと思います。ああ、眩しい、照明が差し込んでいます。光の中にかき消えてしまいそう。うむ、ようやくたどり着けた。僕たちも4人揃って舞台の中へ。兄さん、あなたはまだ遠いけど、まずは一歩近づいたよ。もっと踏み込んで、せめて声の届く距離。ん？ヒロ君どうしたの？もうさっさと行っちゃおう。怖いことは早く終わらせる。マヨさんにみっちり仕込まれた技術を忘れないうちに全部出し切るよ。うむ、今は天城ヒーローではなく、軍服を身にまとった一個の兵士として巡り会えた仲間たちと共に無心で戦場へ向かうよ。
それがきっと正しい。ヒーローさん、アイラさん、舞台に飛び出すと同時に歌を始めましょう。考えてみれば MC などの練習はしていない。一曲きちんと歌い上げるのが精一杯という状態ですから。私いろいろ抜けていてすみません。まあ一言もなしというのは礼儀に反するので、俺が過不足なく MC などはやってみようと思いますが。 MC とはなんだ。はいはい、その辺教えてる時間はもうないから、アホは何も考えずに自分にできることをして。うむ、頑張るよ兄さん。昔僕に質問したね、どんな大人になりたいと。未来のことはまだわからないけど、僕は兄さんと同じアイドルになったよ。未だ着慣れない軍服姿はアイドルもどきだけど。